はい、こんにちは、佐々木ひかるです。まあ、今回もエヴァの話なんですが、まあ、唯一無二のヒーロー、碇シンジについてという、まあ、すごいお話なんですが、碇シンジのことをヒーローなんていう人は、誰一人としていないと思うんですけれども、庵野監督もおっしゃっていたように、エヴァっていうのはそもそもロボットアニメであるっていう要素は、まあ、誰ももう否定できないと思うんですよね。まあ、実際、エヴァンゲリオンという名のロボットに乗って、人造人間エヴァンゲリオンですけど、まあ、ロボットとしましょう。まあ、その、ね、巨大兵器に乗って、まあ、銃がブラララランってやったり、使徒と呼ばれる怪物、モンスター、まあ、そういったものをやっつけていくっていうのは、まあ、あながち少年アニメ、少年漫画、そういったものにある要素の一つだと思うんですよね。でも最後は二十数年続いたこのシリーズをヒーローである碇シンジは父親との対話で終わらせるんですよ、うん、自分の最も親しい人物の一人である美里さんが命を懸けて届けてくれた槍ですよ、うん、人類が作った槍、他に2本ある槍、ロンギヌスとかカシウスとかっていうその神殺しの槍なんていうね、もういいもうヒーローアニメ、少年漫画にも出てきそうな、そんな破壊兵器が出てくる中でもうないよっていう中、人間たちの英知をこう合わせて作り出したガイウスの槍届けましたみたいなね、もう胸圧展開じゃないですか、普通に。でもその槍を届けられたとしても彼自身はそれを使わず父親との対話で終わらせた。登場人物たちとの対話である種一番でかいこのエヴァンゲリオンという作品に対してですよ、目に見えるアニメーションの中で描かれている分かりやすいその13号機であるとか父親とか、うん、もうそういったものではなく、より巨大なね、我々が作り出してしまったエヴァンゲリオンというものに対して引導を渡したっていう碇シンジという名のヒーロー、そして最後爽やかに大人になって電車のホームを駆け抜けていくっていうね、いやもう唯一無二のヒーローだぜ碇シンジはっていうそういう話なんですよ。まあ、我々おっさんたちがね、少年時代に、うん、多感な時期に見ていたものなので、まあ、そんな人たちが大人になって、終わっていくストーリーなので、まあ、ロボットがガチャガチャやって終わらせるっていう選択肢を取らなかったっていうのもあるとは思うんですが、まあ、それを鑑みてなのか、庵野さんが選んだそのシンジという、まあ、主人公ヒーローのこの作品での終わらせ方、うん、まあ、ロボットアニメですから必ず敵はいるわけなんですけれども、もうその最大の敵であるエヴァンゲリオンという作品全体に対して、うん、とどめを刺した碇シンジというヒーロー、素晴らしいですし、まあ、そのね、碇シンジに魂を宿した尾形さんという素晴らしい声優さんのね、素晴らしい演技も、まあ、彼を支え、我々を感動させてくれた、まあ、一つの要素だったのかなというふうにも思います。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。お相手は佐々木ひかるでございました。次の動画もサービス。